羽の生えている空想上の生き物は羽の生えている空想上の生き物はのていいや、僕も、パッと出てきたのはこれだな。今ね、パッと出てきたんだけど、羽が生えているかどうかがわからない。ええいや、羽が生えてるからパッと出てきたんだろう。<laughs> <laughs> <laughs> しっかりしてなんで、なんで文字から出てきたの <laughs> 絵じゃないの、まず。やっぱりね、でも、これだと思いますよ。早いな。だって主役が配給にも出てるしね。<laughs> はい、行きますよ。はい<え> いきますよ、マスさん。よ。はい。羽の生えてる空想上の生き物はペガサスこれ、ちょっとあの、ふ、二人でやった方が。着眼点よね。ユニコーンってどっちかというと、視線集まるの、角だと思うんですよ。そうだよね。ペガサスは、角とかない描写もあってでもこれ、配球に内山さん出てるしさ。いや、それ入れちゃうかん。可能性を模索したが。あかん。